おはようございます。今日は4月27日朝6時の相場解説になります。昨日までですねセールの方でブレイクポイントを設けていたんですけども、今朝起きてみるとですねちょっと横ばいに入ったかちょっと上昇傾向にいったかなというところなんで、お話し通りここで様子見に入ります。大体ですねずっと同じトレンドを描いている時にロスカットで止まった、しかもそのロスカットで止まったものが大きく反転に転じた場合、横ばいからもしかしたらねセルでいったものが倍に急に変わる可能性もあるんですよ。こういう時は慎重にならざるを得ないと思います。ですんでね、同じ方向のトレンドを追っかけている時にロスカットを食らったらそれがね一つの指標ブレーキになると思ってしっかりと様子を見る時期、特に今回横ばいに入る可能性が高いんでねそれを見ていこうかと思います。それではね画面を切り替えていきますね。デイリーから今日もご案内していきます。どうぞ。はい、ではデイリーを見てみますと、ヘッド&ショルダーに似たような形と言いましたよね。こういうような形でそこから一方的なセルの流れに入っていくかなと思ってネックラインを設けていたんですけども、ちょっとここでね陽線が久しぶりに出てきましたね。でこの陽線とともに下ヒゲが2パス連続で大きいのが出てますんで、横ばいからちょっと上の方向に向かうんではないかなっていうふうに考えられます。いずれにしても様子を見るためにですね、移動平均線ではセルの方向に向かっていって、いいんだと思うんですが、ちょっと様子を見るためにしばらくは見るということになると思います。では一発でガーッとね降りるようなことを考えていたんですけども、そうはならなかったってことですよね。まあこういうふうにね予測したものがそうではならなかったらどうするってことを考えていくのがリスクヘッジです。4時間見ていきましょう。4時間は右肩下がり、自信を持ってそれでいいんですけども、昨日もお話しましたよね。ただここだけ見るとちょっとね横ばいに近いような形になってますよね。で移動平均線も3本がちょっこっと上向いてる状態になってるんですよ。ここの横ばいっていうかね、こことちょっと形が違いますね。ここと似てるかなってところです。ですので横ばいに入ってちょっと上昇した挙句戻りをつけてねさらに下に行くってことも考えられます。それをちょっと期待をほのかにしときつつ、今は様子を見るときかなと思いますね。またねセルの方向に向かうと思うんですけどね。で1時間を見ます。1時間はもう完全に横ばいに見えますよね。こういった形の横ばいです。もうちょっと取りましょう。この辺ですね。で飛び出したところがありますけども急速に戻ったでしょ、だからこういうところはこの丸の中が、なかったと思ってカウントする例がありますね。もしくは下限がここまで広がったというふうに見ることもできるんですけども、そうですね、移動平均線を見てみると、ここで移動平均線上の方にバーンと、跳ねてますよね。ずっと下に行ったのが、ですんで様子を見つつ、これは横ばいに入るかちょっと上昇の傾向にあるかなというところで見ておきます。またねここを割り込んでいったらセルに入ればいいと思いますから、それまではちょっとセルの判断もできません。バイの判断は特にできません。ここを超えない限りできませんけども、おそらく超えることはないと思うんですよね。ということなんで見るのも相場に入っていきます。これも以前お話した通りですけども、横ばいに入ったらねあまりボラティリティが取れませんので、相当上手にいかないと損こきます、手数料で。ですんで今はちょっと様子を見る時期に入ったということですね。はい、ということでね、今週もしっかり儲けれるかなと思ったんですけども、月末に近い27日にちょっと横ばいに入っちゃいました。以上で今月は終わっちゃう可能性もありますね。さあどうなるんでしょうかね。111円までいったそのドル円が今108円に推移している、戻ってきているということでございます。その前はね105円前後でバイデンさんに代わってぐーっと上がってきたんで、ここ数ヶ月6円上がって、そして3円下がってみたいな感じで、これは乱高下と言えるんじゃないかなと思います。その分だけトレンドを描く角度が鋭いんで、トレンドを初めにね気づけたら全部取っていけるということになりますから、利益が大きく取れていけるチャンスが今年あったんじゃないかなと思います。私もしっかりといただきましたね。ですのでここからは多少慎重にいって損失を出さないような考え方に私の場合シフトしていきます。十分利益が取れてない方はこれからもね5、6、7月も積極的に取っていくことになると思いますし、ゴールデンウィークもありますんで、やっぱ予想しないね資金の流入とか起きると思います。で今年は特にですね、増税がアメリカで検討されていたりとか、あとはね余剰資金が世界中に溢れていて、それが暗号通貨とドル円のこの相場の中にね行ったり来たりしている部分もあります。ちょっとファンダメンタルも気にしながら、でも私の場合はテクニカルなんでね、あくまでもファンダメンタルは必要経費、必要損失か捉えて、ファンダメンタルをちょっとね度外視してちょっとは気にするんですけども、基本的には
まあ、テクニカルに注視しようかと思います。それでは引き続きよろしくお願いします。